殿様バッタの折り方をアレンジしてみました。途中までは鶴と同じ折り方です。私の場合、白い方を表にして三角に折り、次に色がついている方を表にして四角に折ります。この部分を持って寄せてくるとこんな形になりますので、次に羽を折っていきます。羽の形ができたら間を開いてこの部分を切ります。そしてまた元に戻して鶴と同じように折ります。羽を1枚折り返して三角が見えるようにしたら裏返して半分まで、さらに半分に折ります。少し羽を持ち上げるとバッタの形が見えてきました。前足を前に折って、このままでもいいのですが少しだけボンドをつけてください。開いてこなくなります。前足を折ったら、後ろ足も同じように折ります。これで完成ですが、足が4本しかありません。あと2本欲しいところです。触覚をつけてみましょう。画用紙の切れ端などで触覚を作り、頭の先につけます。昆虫の目は複眼なので、ラメの入った糊を盛り上げるようにしてつけてみました。作ってみようと思う方はゆっくりとした動画もありますので、そちらをご覧ください。